第2グループの選手を発送順にご紹介いたします。 From Canada ブルーキーマッキントッシュベンジャミン・マイヤー組。 From United States of America エミリー・チャンスペンサー・アキラ・ハウミ。 From Japan 三浦・リグ木原・雄一組。ただいま大型スクリーンにおきまして第2グループの選手をご紹介しております。 On the screen you see the competitors of group number 2 in order of skating. 4番ブルック・マッキントッシュベンジャミン・マイバー組カナダ。2020年にペアを結成し昨シーズンはカナダのジュニアタイトルを獲得。世界ジュニア選手権では銅メダルに輝きました。シニア1年目の今シーズンはチャレンジャーシリーズフィンランド大会で3位表彰台に上がりグランプリシリーズカナダ大会では4位と健闘しています。ブルック・マッキントッシュベンジャミン・マイバー組。5番エミリー・チャンスペンサー・アキラ・ハウ組アメリカ。女性のチャン選手はシングル時代全米ジュニアチャンピオンに輝いた経歴を持ち、男性のハウ選手は以前日本代表のジュニアペアとして活躍していました。2人は2019年にペアを結成し、昨シーズンは初出場の四大陸選手権で銀メダルを獲得。今季はグランプリシリーズカナダ大会で2位表彰台に上がりました。エミリー・チャンスペンサー・アキラ・ハウ組。6番三浦璃来木原龍一組日本。昨シーズンの北京オリンピックでは日本の団体戦メダル獲得に大きく貢献し、個人戦では7位に優勝。続く世界選手権では日本ペア過去最高位の銀メダルに輝きました。今シーズンは初戦となったグランプリシリーズカナダ大会で見事優勝を果たし、日本ペア初のタイトルを手にしています。三浦璃来木原龍一組。
練習時間あと1分です。There's 1 minute left in the warm-up. The warm-up is over. Skaters, please leave the ice. Thank you. Scores, please. チャン・ハウ組の得点 122.87 今シーズンの自己最高得点を更新しました。 That's their season's best score. 総合得点 187.49 現在の順位は第1位です。 The first score for Emily Chan Spencer Akira Hau is 187.49. They are now in first place.6番、三浦璃来、木原龍一組、日本。 Number 6, representing Japan, 璃来、三浦 and 龍一、木原。Stay as long as you need. Time
take the oxygen straight out of my
first, please. 三浦木原組の得点 137.91 総合得点 216.16 最終順位は第1位です。以上をもちまして、ペアフリースケーティングの競技を終了いたします。This concludes the competition for the pairs free skating. なお、準備ができ次第、キスアンドクライにおきまして、優勝選手のインタビューを行います。どうぞ、大型スクリーンにご注目ください。今どんなお気持ちですか？母国グランプリで、本当に初めて2人で優勝することができて、本当に嬉しいです。今シーズンは、本当に、怪我があって難しいスタートだったんですけども、本当にたくさんの方々に支えていただいて、なんとかシーズンに入ることができて、今日こうしてまた母国グランプリで2人チームで優勝できたことを本当に嬉しく思います。三浦さん、いかがですか？そうですね、龍一君と同じくその母国グランプリで母国だよ、ここ日本の母国グランプリで本当に2人で優勝できたってことは本当に嬉しいと思います。そして三浦さん、時間内に収まりましたね。そうなんですよセーフもあるんですけど、スローレッツの後の勝利フタがあるんですけど、それを初めて今回でミスしてしまったので、あ、やばいっていうモーションでした。それにしても、216点台でですね、パーソナルベストまた今日も更新しました。木原さん、演技の内容についてはどんなふうに感じますか？今日のフリーはやはり練習不足が出てしまって、明らかにレベルの取りこぼしもありましたし、先ほど皆さんが言っていたようにスロールーツのミスもありましたし、その後のダンスリフトのミスっていうのも、試合でしか出ないミスが出てしまったので、正直昨日のショートに比べたら今日のあまりいいロングはできなかったかなというふうには思います。ただその中でカナダ大会について2大会連続の優勝です。皆さん、お二人の成長はどんなふうに感じていらっしゃいますか？多少崩れても少しちゃんと作れるさあ、これでファイナル出場が決まりました。ファイナルに向けてまず木原さんから一言、三浦さんからいただきます。今回まだリザルトを見ていないんですけど、ショートもレベルの取りこぼしがあって、フリーも今回レベルの取りこぼしが多いと思うので、それの改善をしていきたいと思います。昨年はファイナル進出を決めていたんですけれども、コロナの影響で中止になってしまって、ものすごく悲しい思いがあるので、今シーズンはやっと2人でたどり着くことができる舞台なので、また楽しめたらいいかなと思います。最後に皆さん、ここ札幌での NHK 杯3年目ですけれども、最後に札幌での、このファンの皆さんに一言いただけますか？皆さん本当に温かい応援ありがとうございます。皆さんの応援のおかげで最後まで2人とも滑り切ることができました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。